令和新選組の山本太郎代表が石川県の被災地で炊き出しカレーを食べたことが炎上、17日の会見で夜9時以降の余り物などと釈明しましたが、これが火に油を注ぐことになり再炎上しています。この再炎上の火消しとして令和新選組の支持者が安倍晋三元総理も東日本大震災当時に同様にカレーを食べていたという記事のスクショをせっせとばらまいています。 私の x アカウントにも飛んでできましたがこれはデマですスクショの記事では「昼からスタートして終わったのは夜9時過ぎ帰りに私の福島市内の事務所に寄ってくれた炊き出しの残りのカレーを阿部先生が美いしい美味しいと言って食べている姿を忘れられない」と書いてありますがご丁寧に「夜9時過ぎ残りのカレー」 に架線を引いて山本太郎のケースと同様であるかのように演出していますが記事内の口述者は亀岡市私の福島市内の事務所となっていることからこれは自民党所属の亀岡義民衆議院議員の事務所ということがわかります。 自民党の事務所で自民党のボランティアがカレーを食べるのはこれこそ理想とされる自己完結型であって山本太郎のように別組織である NPO のカレーを食べたこととは真逆の行動です。これらの情報をもとに検索すると画像の記事は安倍晋三元総理の死去を受けて2022年7月18日に夕刊富士に掲載されたインタビュー記事がヒットします。 この記事によると、現地入りしたのも3月26日となっていて、発災直後ではなく2週間後に不足した物資を持参し、被災者を励ましている時のものとわかります。東日本大震災当時、亀岡市は政権交代の逆風で落選中でしたが、当時を振り返る亀岡市のブログによると、事務職員と同じカレー。 ととと説明ががあるののので自自民党の事務所ししてて己完結たために炊き出しを行っていたことがここからも読み取れます山本太郎のように個人での被災地入りを自粛するよう求めた地元自治体の呼びかけに反して被災地入りを強行したわけでもなく発災から2週間後の不足物資を届けてから自民党の事務所で行った炊き出しカレーを食べるという完全自己完結です。 また、災害の状況や特有の地形などにより、ボランティアの現地入り可否は異なります。今回は石川県から個人でのボランティアは自粛するよう呼びかけられていたのに、山本太郎は NPO に同行したわけではなく、単独の車両で現地入りしていることも批判される要因です。こういった状況を理解することなく、挙句の果てにはデマまで流す、悪質な集団です。 最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価お願いします